日本滋賀県を津市坂本本町坂本本町は、滋賀県を津市の町名。定番を持たない単独町名である、大津市の北部に位置する。比叡山を中心とした山岳地帯及び山陸にあたる。北で、大木町、北東で大木東で、地の南東で、坂本、あの、南で、滋賀里町、南西で山中町、西で、 京都府京都市佐京区一条寺病だれ、一条寺、井出家国町、千口、一条寺佐坂、一条寺三百房、一条寺、井出家国への聞けを、八せ秋、元町、北西で、京都市佐京区八せ花尻町,町、大原戸寺町、大原上野町と隣接する。延暦寺及び、日吉大社の門前町として栄えた。年の町村の際に、 滋賀郡坂本村大和坂本となる。1951年坂本村が大津市に合併された際に大津市坂本本町と改名される。発足時点での大津市坂本本町は現在の国道161号や京阪石山坂本線 JR 湖西線付近の区域も含んでいた。坂本六丁目にある大津坂本本町郵便局の名称などにその名残がある。 坂本本町からの変更、分割により町名整理が進んだ結果、比叡山延暦寺近辺の山間部のみが坂本本町として残った。2019年4月1日現在の世帯数と人口は以下の通りである。国勢調査による人口の推移。国勢調査による世帯数の推移。私立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。 上記のほか、坂本本町地内は通過していないが、京阪石山坂本線坂本比叡山口駅及び JR 小西線比叡山坂本駅が利用できる。市内東側の坂本市外側には坂本本町地内は走行しないが、坂本本町区域の東にある、滋賀県道47号以下立浜大津線上を走行している。市内西側では、 ケーブル円略寺駅を拠点とし、比叡山へのアクセスのための奥比叡ドライブウェイ上を走行する比叡山、ドライブバス、比叡山内、シャトルバスが、京阪バス、京都バスにより運行されている。行き先は、横川、比叡山頂、京都駅。ありがとうございます。